ちょっと待ってよ。はい。なんかいうやつ、業者ひかるくん、今最高に輝いてる。くださいね、この人ひかるは正しい。これ、テレビがタレント使って同じことしても視聴者が喜んだとか、視聴率が良かったとか。はい、こんにちは。はい、くるみんアロマでーす。イエーイ。ということでね、まあ、夏休みということでね、まあ、皆様バケーションしてますかということで、はい、今回もやっていきましょう。まあ、夏といったらお祭り、お祭りといったら祭りくじ、祭りくじといったら光に、まあね、なってきてますよね、社会は。でも皆さんね、まあ、ちょっとね、どうでしょうか。ちょっと考えてください。はい、ちょっと今ね、四つ目速報、まあ、YouTube ニュースにちょっと出てるんですけれども、祭りくじもうやらない宣言してたけど結局嘘だったってことで OK 光るということで、はい、書いてあります。まあ、この前、まあ、祭りくじの、動画やってましたよね。で、私もまあなんかちょっと調査に行ってみたとか言って動画出したってもしたんですけど、もうこの人もね、もうやらないって言ってたんですよ。いろいろ脅されたり命の危険もあるからって。それなのにもかかわらずまたやってるっていうことで、今回はしかも警察にまで乗り込んでいって、こう警察も動かそうとした、動いたのかな。で、まあ、そこもなんかね、その証拠の動画っていうか音声だけ、警察とのやり取りみたいに撮ってたんですけど、これね、やっぱりね、ちょっとやりすぎちゃいますかみたいなとこはありますよね。まあ、やりたい気持ちはわかる。やっぱ YouTube のその精神、 YouTuber 精神として、人が撮れないところとか人がやらないところをやってそれを見せるっていうのはすごいよくわかるし、私もそういうやっぱとこありますけど、まあちょっとね、もう これはここまででいいんじゃないのみたいな風に思ってたんですよ。でもまたさらにまたなんか警察のとこまで行ってとかやってて、なんかね、なんだろう、無駄にリスク背負ってる感じがしますよね。まあ、ちょっといろんな方のコメント見てみますね。はい。ダサいな、この髪型。これはテレビでタレント使って同じことしても視聴者は喜んだだろうか。視聴率良かっただろうか。テレビでできるわけないじゃん、バカなの。全部仕込みですよ。巨額脱税という巨額がここにある。やりすぎだな。マジで気をつけた方がいい。ボコにされても、刺されても知らんぞ。っていう風に書いてありますね。はい。正義の味方ぶってるのがムカつくとこなんだがっていう感じで書いてありますけど、まあ世間からはそう思われちゃうでしょうし、まあそうでしょうね、実際ね。やっぱりまあ再生回数がやっぱすごい方だと思うんですよ。だからまあプレッシャーもあるかもしれないですよね、本人は。すごいプレッシャーもあって、もう次もっといい再生回数取らなきゃって思ったら、やっぱもう祭りくじしかない。祭りくじしかないってなって、まあ、さらにそれをハードにしていくってなると、まあ結構ね、ちょっとやりすぎなんじゃないかなみたいな感じはしましたね。なんかね、私一回この関連動画でこれこれさんっていう人の動画を見たんですけども、なんかその人もなんかね、祭りくじかなんかの動画で同じようなことをやってカメラ撮ってたらカメラ壊されたりしてたんですよ。なんかもうね、結構今ね、その、まあ、多分ヒカルさんの名前も結構その祭りくじ業界では知れ渡ってるだろうし、結構今いろいろやっていくと危険なんじゃないのって思うんですよね。まあうまいことやればいいし、まあ仕込みなのかは知らないんですけど、まあ実際問題、例えば子供たちがね、じゃあ俺たちも再生回数取るぞみたいな感じで考えてさ、同じようなことをするとね、本当危険だからやめてほしいなと思いました。だからやっぱりそこら辺は子供たちね、みんな見てるみんなが気をつけてほしいところだなって思ったんですよね。やっぱり命には変えられない、まあ、この前もねちょっと言ったんですけど、椎名林檎さんの有り余る富っていうさ、歌詞にもあるけど、命ってもうその全てなんですよ。命が富なんですよね。だから命がなくなったら終わりだから、再生回数取るために命を脅かすみたいなのっていうのはすごく理不尽な話で、だからね、やっぱそこら辺はまあうまいことね、ヒカルさんがやってるなんか仕込みでうまいことやってるのかわからないんですけど、子供たちは本当真似をしないでほしいなっていうふうに私は思いました。そこが一番なんか心配なところだなって思いましたね。はい、ということで今回はまた祭りくじのお話
でしたけれどもね。はい、ということで皆さんサマーバケーション楽しんでくださいね。またねー。